はい、始まりました FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。お相手は吉田浩一と松野聡でお送りします。今回は2020エイリアスタジオ第13世代浦和レッズ対大分トリニカ戦をですね、見て我々第一世代のサポーターが何を感じていたかと、ちょっと気になるところなんかも話していけたらなと思います。お付き合いください。じゃん。早速なんですけど、気になるところあるんですが。そうですね、コーチはいつも言うように右サイドストロングポイントでありながらウィークでもあると。で、実際今回も先制点を取られてしまったと。なんでもないロングパス1本、そこからサイド突破されてクロスを上げられ、その後まあゴールはうまかったですよね。大分のゴール非常に上手だったなと思うんですけれど、ただ気に入らないのはあのサイドを突破されるところ。毎試合ですね。どうしてなのかなと思う一つに、サイドバーハーフがちょっと中に絞りすぎなんじゃないかな。まあ、強いチームって守備陣も攻撃にうまく参加するんですね。そうですね。サイドバックが上がっていくんだから当たり前だろうと思うんですけど、強いチームセンターバックが入るんですよね。センターバックが入るってどういうことかっていうと、センターバックってマークされてないんですよ。常にフリー。その選手が一つ前、まあアンカーっていうかな、守備的ミッドフィルダー、ボランチ、この選手にボールを預けたり、あるいはそれを超えていくアンカーの選手、ボランチの選手との関わりがいいとですね、そのままゴール前まで抜けていけちゃうんですね。浦和レッズでもトゥーリオ選手そういう場面いっぱいあったでしょ。得点もすごく多くて、強いチームで限られたチームしかそういうことできないんですけど、大槻監督すごくこれを気にしすぎてんじゃないかな。パパ活よく言ってるじゃないですか。大槻監督がセンターバックに何ていう声をかけるんでしたっけ、ボールを運べっていうのは必ず言いますね。まあ移籍しちゃったんですけれど、はい、マウリシオ選手ってそういうことできたんですよ。そうですね、運びますね。自分がやっぱりやりたいサッカーで、つまりやられたくないじゃないですか。その部分のケアを、まあ、インサイドにサイドハーフを絞ることで、あるいはサイドバックも極端に中に絞ることでケアしてるのかな。4バックになってるのに裏のスペースが3バックの時よりも狙われちゃうっていうのは、うん、構造的な問題があるのかなって。あとはやり方、ちょっとリスクをその部分で取って、リスクも背負ってやった方が浦和レッズにとってはいいんじゃないかな。やられたらやり返すじゃないけど、倍返しじゃないけど、大槻の魅力、大槻レッズの目標、うん、部分って行くことだと思うんですよ、うん、で行ったらやっぱりやられるんだけど、うん、怖がらずに行かないと強くなんねえんじゃねえかな。ポステコグルー監督になった時のマリノスは大丈夫かいって言われたわけですよ。で実際去年始まった時も、いやこのサッカー続かねえだろうなと思ったんですけど、結果的にごめんなさいだったですね。そうですね、彼の勝ちで今シーズンは第2節で自粛明けですね。大槻監督がですね、ポステコグルー対策っていうのをうまく敷いたと思うんですよ。それは他のチームにもやっぱりしっかりとですね、はい、伝わって。そうですね、マリノスは苦しんでましたけど、ここ夏場に来て逆ですよね。またそこで裏を取ってきますよね、ポステコ。その本当にやられたらやり返す、はい、倍返した。もちろんやられちゃう時もあるんですけど、見てる人たちはちょっとワクワクしますよね。ざわざわするしね。 FUG の中では勝ったサンフレッチェ広島戦、ガンバ大阪戦に対して高い評価をしていないのは、それはあなたがやりたいサッカーとは違うんじゃないのみたいな、ね、そうですね。どうしてもディフェンシブにしっかり守ってっていうことだけに専念しちゃいましたからね。ここのところはね、コメントしてるので、うん、取り上げてみたいなと思うんですけど、多分これに集約すると思うんですよね。白戸さんからいただいたコメントなんですけれど、とてもこう興味深いし、僕らが思っていること、それをこうちょっとまとめてくれたような感じなんですけど、現状の大槻レッズに対する所感は以下です。よくわからないんですが、例えばゆるき選手、右利きカットインドリブラー、山中選手、左利きオーバーラップクロッサー、この組み合わせだと山中選手のオーバーラップとゆるき選手のドリブルカットインという組み合わせが中心の戦術なんだろうなと。敵も味方も良くも悪くも分かりやすい構図なんですけど、関根選手みたいなドリブルもいいけどインサイドレシーバー的なプレーも結構光るよという選手を前に置きながら、山中選手に高いポジションを取らせないようにしていったとすると、そもそも
宇賀神選手を起用して木を見てバランスよくやってっていう方が、まあ、意図としては分かるんですけど、以前ハーフスペースに山中選手を立たせてゆるき選手をサイドに張らせたというやり方もやってましたけど、あれなら宇賀神選手の方が多分適任なのではとかね、コーナーキックで穴だらけっぽいゾーンを使ったり、なんとなく大月さんがヨーロッパとかで流行っていることをすごく勉強している気がするんですけど、使い方間違ってる気がするんですよね。ちょっとあんまり分かってない気もするんですが、どうなんでしょう。いや、白津さんよく分かってるね。つまり、もうちょい微調整したらどうって話ですよね。これね、僕の考えとしては同感します。もちろん細かい合わせることっていうのは出てくると思うんですけれど、もう僕らが何度かこれまでも言ってるんですけど、関根選手を前に入れることで山中選手一緒に使ったら負担になっちゃう、蓋されちゃってんじゃないとか。見てるんですね。試合中で2プラトンにすればいいんですよ。スタート山中選手、ゆるき選手で行って、途中で山中リードしたら宇賀神選手を入れてってとか。おお、ね、それ最悪もういいと思うんですよ。それいいですよね。バランスよく宇賀神選手だって前に出れるんだしね、はい、経験豊富な選手がそういう状況で入ってくるっていうのはね、はい、山中選手は行くだけ行った方がいいんです、はい、そう思います、はい、あとはどうですか。まあ、関根選手も右に回して、でそれでもやれるような大器になっていかないとダメですよね。レッツアカデミーサイド作るね。それもいいと思うんですよ。あの長澤選手でももちろんいいと思うんですけれども、うん、彼に守備の負担をかけるよりも両サイド攻撃的にいって、うん、裏疲れたら疲れたでノーガードの打ち合いで勝っていくようなこともまあある面いいんじゃないですか。ああそうですね。楽しいですよ。打たれても負けない。はい、明日のジョーじゃない、それ矢吹ジョーだね。あの大輝は上げ下げできるんで疲れない男なんでタイミング守備 あのタイミングも悪かったりとかポジショニングもいまいちだったりとか、それはやっていけば覚えることだと思うんですよ、数をこなせば。だからありがたく使っていただいてるんで、もう少し頑張ってほしいですね。暑くて。そうですね、まあ誕生日ゴールは良かったんですけど、ヒーローインタビューの中でサトシさんのために撮りましたがなかったですから ね。そこ言わないとダメですよね。 T シャツあげなきゃダメなんじゃない。そうですね、ちょっと遅かったですねはい、ということでですね、 FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉、今回はですね、大分戦を見て気になるところ、右サイドの話、センターバックのこんなところやってきました。皆さんのご意見もいただけると助かります。よろしくお願いします。チャオ。